女一人大地を行くは、キヌタプロダクションが1953年に制作し、北西映画が配給した日本映画である。日本炭鉱、労働組合北海道地方本部加盟の炭鉱労働者が一人33円ずつ資金を出し合い、300万円の資金で制作された。1952年、北海道夕張市、釧路市の太平洋炭鉱で長期ロケを開始。 原久子の証言に基づくレポートによれば、制作経費の軽減と役作りのために、1952年9月26日に、夕張炭鉱で始まった長期ロケでは、炭鉱労働者が暮らす炭鉱長屋で、スタッフキャストが寝泊まりをした。串路市の太平洋炭鉱では、主演の山田い鈴も地元住民と交流。同年10月、騎士畑江が太平洋炭鉱をロケで訪れる。 一方、シナリオと完成フィルムについては、映画倫理委員会から朝鮮戦争を連想させる。箇所は全て削除か改定の希望が出され、日本炭鉱労働組合が抗議するなど、対立したが、1953年2月20日、全国で公開された。シナリオと実際の公開用のフィルムが2点3点する中、1952年12月1日、 自主改訂版の脚本が雑誌、シナリオに掲載され、翌1953年2月1日付でシナリオ文庫第5集として発表されている。エイリンによる削除、改訂要請に応じた結果、オリジナルの最長版164分は32分、短い132分に短縮されることになった。2008年12月、東京国立近代美術館、 フィルムセンターで最長版が上映された。現在でも北海道の炭鉱の歴史を伝える作品として自主上映が取り組まれている。この作品を最後に亀井文夫は劇映画の演出から撤退した。物語は1932年から1952年までの20年間の時代の流れの中で一人の女性がやむにやまれず炭鉱労働者となって 二人の子供を育てながら、我が無茶らに生き抜いた歩みを描いた。炭鉱の事故、戦時の徴兵、朝鮮戦争の特殊に応えるための無茶な増産などが描かれている。他、ありがとうございます。